人は本当のところ完全な自由には与えられない。その自由を使いこなせない。けれどそういう自由を手に入れるために自分の思いを集中させて頑張ったりはできる。その方が幸せか。皆さんこんにちは、今日はここ兵庫県に来ています。これから四国の方に向かい空撮旅行に行く途中なんですが、実はこの FX3 これを使ってですね、まずレビューをいくつかしていきたいなというふうに思ってます。まずこれが、比較サンプル用としてソニーのアルファ7-4に 24mmF1.4 のレンズをつけています。今 F が16で設定してシャッタースピード1/100 ISO200 で撮ってます。これも十分ね綺麗だと思うんですが、ちなみにあのピクチャープロファイルは、HLG709 で撮っています。続いてこれが FX30 のシャッタースピード1/100 F18 ISO200 になってます。いかがでしょうか。 SC ネトーン、昨日は夜の6時に出発して、約8時間ぐらいかけてこの明石島でやってきました。めっちゃこう海が綺麗なところで、今日が昇ってるんですけど、多分夕日や朝日がすごい綺麗な場所なんじゃないかなと思います。時間がだいたい1時半ぐらいなんで、も太陽の位置も結構高いんですよね。そして風が強いんですが、綺麗に撮れてればいいんですけれども、はい、どうでしょうか。今これぐらいがきっと露出の設定は綺麗だと思うんですが、いかがでしょうか。そしてこの FX30 はシネ EI とか、あと PP ダットがついてるんですよね。なんでこの機能もぜひ試したいなと思います。今回の旅行のどこかでですね、この機能を撮りながらシネマティックな映像を撮っていきたいなと思います。はい、外出先では一旦全てで撮ることができませんでしたので、自宅に戻ってきた後なんですが、この FX30 ちょっとこちらの方の、詳細についてですね、それぞれのインターフェースなどをご紹介していきたいと思っています。まずですね、この FX30 買ったのは僕はあの XLR ハンドルというのを、購入しました。このように、持つことができていて、あとこちらにはですね、オーディオインターフェースがついており、それぞれ、3つの入力を、切り替えてコントロールすることができるようになっています。こちらにキャノンの XLR 端子と、あとは1つだけ3.5mm のインプットの、ジャックもここについていますので、今僕は 3.5mm でやっていますが、本来は XLR を使った方が音質が良いです。さらにこちらがバックパネルと、ピンとこい、はい。で、あとは、特徴としては結構ボディのデザイン、α7-4 とは違うんですが、この部分ですね。ここの、このボタン。これカスタムボタン。レックボタンなんですけれども、ここをカスタムしたりすることもできます。そしてここが、このオープンのところを開けるとですね、CF エクスプレスのカード、SD カード、XDXC も入れられますね。それぞれデュアルになっています。また、このサイドの部分ですね。こちらに関しては、入力のマイク、ヘッドフォンジャック、あと USB-C、USB、ミニ USB。あとは、こちらが HDMI 端子がついています。そして、上部なんですが、レックボタンに、さらに、ここピントフォーカス、ISO、ホワイトバランスとなっています。あとはここのハンドルを取り外す用のボタン。こちらが背面になっています。結構インターフェースがですね、やっぱり α7-4 と違うところ結構ありますね。
はい、ということで α7-4 と FX30 の比較をしていきましょう。まず α7-4 ですが、35mm フルサイズのセンサーを積んでいます。一方で FX30 は APS-C サイズ、スーパー 35mm のサイズを搭載しています。このセンサーサイズがどのように影響してくるのか、特に暗所での撮影に関しては FX30 はちょっと弱いのではないかというふうにも言われていますので、まあ、この点を今回の動画ではご紹介していければなというふうに思っています。そしてスローモーションのところですね、 α7-4 に関しては 4K60p、 FX30 に関しては 4K120p の撮影ができます。そして静止画の画素数ですが、 α7-4 は3300万画素、 FX30 は2600万画素と、こちらは α7-4 の方が有利となっています。続いて液晶サイズ、こちら α7-4 も FX30 もバリアングル液晶 3.0 型となっていますけれども、 FX30 の方が236万ドットと非常に美しい液晶を搭載しています。一方でファインダーに関しては EVF 有機 EL ファインダーを α7-4 のみ搭載しているという形になります。それでは移動します。撮影終わりました。もう辺りは全に真っ暗で、もうこの辺りはもう夜景なんですよね。いやーでもすごいいいところですね。あるの？オートジャン導入したの？今使ってるとこほとんどないんじゃないの？ああ、そっか。これ何カメラ？あ、撮れてなかった。サーフィンをやってる。ああ、サーフィンいいね。サーフィンはやらないんですか？ございます。昨日もですね、松山に住んでる、まあ、友人と食事をとって、その後に今日今朝になっています。この後、高知にある四国カルストという場所に行きたいと思っています。それで行きましょう。はい、着きました。四国カルスト、県立自然公園。カルストというのがちょっと何なのかわからないですが、少し調べてみます。カルストっていう地形は
雨水や地下水などによって溶かされて形成された地形のことを言うみたいですね。なのでこのカルスト地形ができるときに水によって溶かされるっていうところが重要なポイントのようで、それでは行ってきます。じゃあちょっと展望台まで歩いてみます。カルスト展望台めっちゃ綺麗です。じゃあ次は後ろにあるこの展望台、カルスト展望台撮影が終わりました。いろんな方向を撮るとですね、それぞれこうやっぱ絵が異なるので撮ってて楽しかったですね。はい、じゃあお昼をこのカルストテラスで食べたいと思います。残念、ご飯がなさそうなのでちょっとここはお茶だけみたいですね。ちょっと移動します。こっちのホテルのレストランもやってるか。よかった、やりました。ツーダウン、ツーダウン。今日の夕飯、友人と一緒にご飯食べてきます。これは何だ、
はい、デイ3は案の定雨です。なので今日本当は道後温泉に行きたいなと思ってたんですけれども、ちょっとこの雨だと微妙なので、このまま梼原の方に向かいたいと思います。はい、梼原の最初の目的地に到着しました。それでは行ってきます。レイアウトも素敵なのでなんだか本を読みたくなっちゃいます。梼原町の駅、ホテルになってるみたいですね。中部エリアに到着しました。現在地区のあたり、このまま下っていきます。お腹が空いたのでこのドライブイン茶屋に行きたいと思います。まあどうでしょう。あ、はいはい、こんにゃくと卵と、大丈夫です。
すごい美味しかったです。ありがとうございます。名物なんですね、この家。へぇ、ね、そうなんだ。お茶も有名なんですか、お茶ね。へぇ、なんかその奥にお茶飲む。そっか。ないか。そこのじゃあありがとうございました。どうもどうも。ありがとうございます。はい。ごちそうさまでした。いやーすごい美味しかったです。ニオとかこのエリアではとても有名みたいなので、ぜひ、近くもし行く人がいれば食べてみてください。あとねなんかお店のおばちゃんに聞いたんですけれども、なんかお茶もですね結構有名らしくて。さっきちょっと通りかかったんですよね。お茶のなんかカフェみたいなのがあって、僕もすごい人気あるらしいです。4時までしかやってないらしいので、ちょっと今回は行けないんですけど、また機会あれば来たいなと思います。こっちにもフェンスがあるけど、こっちにはフェンスがない。この、仁淀川付近には、このような沈下橋というですね、水が増水しても大丈夫なように作られている橋がいくつかあるみたいで、この後、浅尾沈下橋というですね、橋の方に行きたいと思います。ちょっとかなり暗くなってきたんですが、綺麗な、まあ、映像撮れればいいなと思います。じゃあちょっと行ってきます。ついて早々雨が降ってきました。晴れてればこれを使って撮影しようと思ったんですが、なかなか。どうやら、8時まで雨は止まないらしいです。残念。目の前にあるのに、ちょっと今回は諦めるか、もしくは出直して。はい、もう今日は雨が止まなそうなので諦めて、この後宿泊するゲストハウスに向かいたいと思います。ちょっとしばらく車中泊が続いてたので、一泊しっかり休んで、明日に備えたいと思います。ゲストハウス、今日はここに泊まります。コントロールスペースでご飯を持ち込んで食べたり、